はい、皆さん、こんにちは。今回はいつもね、インスタグラムの方で仲良くさせていただいているふちゃんから贈り物が届いたので、そちらのご紹介をしていこうと思います。ちょっとね、短めの動画になっちゃうかなと思うんですけど、早くね、見たかったので開封していこうと思います。はい。こんなね、かわいいロリットを送ってくださいました。こんな感じでね、かわいいね、封筒にシール貼って梱包してくださってました。はい。開けていきます。かわいいマステ。でね、ここはね、切手の可愛いシールじゃなくて、マステかな？切手マステで留めてくれてます。なんかね、DM でね、切手マステこうやって梱包に使うの可愛いよねっていうお話をしたところだったので、すごい嬉しい。はい。あ、すごい、なんかサイズ感とか可愛いな、このサイズ感。で、ここにはこんな感じでストーンも貼ってくれてます。はい、じゃあ見ていこうと思います。あ、これね、あれだよね。ロフトとかで買えるシール。かわいいですよね。で、ここには、シールで留めてある感じかな。ここにはこんな感じで、かわいい、ちっちゃいね、なんかシールを、レトロガールじゃなくてレトロアニマルとかね、この天使のシールを入れてくださってました。マステ素材ですね。初めて見た。あれかな、マステ剥離紙に貼ってチョキチョキしてくれたのかな。嬉しい。はい、で、次のポケットは、まずこちらの封筒から。ああ、これ和紙っぽい、なんか古川紙工さんとかのやつかな。あー、かわいい。で、シーリングシールで留めてくれていて、中は、お、あ、ペットシールだ。かわいい。初めて見た。なんか妖精さんとランタンが一緒になってる。かわいい。こんな OPP があるんですね。いや、なんか OPP いいな。私もなんか最近 OPP 一つぐらい巻きで欲しくって、お裾分けとかにね、チョキチョキして入れるとね、すごいかわいいし、嬉しいですよね。で、これ、この、マステめっちゃ可愛いな。ジップにコラージュしてくれていて、中には、お、なんか、ステッカーがいろいろと、バラッと入ってる感じかな。ちょっとね、なんか、多分ね、種類別に入れてくださってたのかなと思うんですけど、ちょっと中でごちゃーっとなっちゃってて、ね、一応ね、自分でちょっと分けてみたんですけど、ちょっとわかんないけど、合ってるか。これ、多分、キャンドゥさんのシリーズのシールですよね。嬉しい。買ってない。なんかね、すごい気になってたんですけど、買えてなくって、もうお店とか置いてないのかな。かわいいな。使いやすそう。でね、このね、青の方のバージョンも入れてくださってて、めっちゃかわいい。これがね、一番気になってたから嬉しいな。こちらのゴールドのシールも私持ってない。嬉しい。こ
これもね、すごいね、シルバーとね、めちゃくちゃ悩んだんですけど、どっちも買ってないんですよね。すごいな、なんか私が持ってないシールとか、知ってくれてるのかなっていうぐらいね、これもね、見たことない。かわいい。で、なんか、チケットのシール。でね、これだけ持ってるかな。でもね、使いやすそうな柄選んでくれ、入れてくれてる。多分。嬉しい。このシールはね、めっちゃ使いやすくって、いくらあっても困らない。でね、あとね、このシールも嬉しかったです。ひまわりの、キャンドゥさんとかの新作かな。これね、なんか YouTube かインスタかなんかで見た気はするんですけど、去年のね、ひまわりシールがたくさん残っているので、今回はね、見送ったんですよね。あ、これもかわいい。なんか嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、中。なんかパンパンに詰めてくれてる。おぉ。おぉ。音もいい。はい。じゃあまず、最初に出てきたこの袋から見ていこうと思います。あ、これなんかあれだ。キルトかなみたいになってる。レザペラ。ボコボコしてるやつ。おしゃれ。へぇ。買えばよかった。へぇ。めっちゃずっと触ってられる。しかもね、コラーズがかわいい。ペットテープかな。めっちゃかわいい。で、中には、お、初めて見た雑貨屋さんとかのかな。かわいい。レトロ喫茶とかのやつ。このメモも初めて見ました。かわいい。お、これ、あれじゃありませんか？なんかどっかの100均のダイカットメモ？私持ってないです。嬉しい。あ、気づかなかった。これあれだ。クリアなやつの、金魚のやつ使ってくれてる。これね、私、持ってないっていうか買ってないんですよ。こんな感じなんだね。かわいいな。ありがとう。ハンドメイド袋嬉しいな。で、おぉ、おぉ、音がいい。かわいい。すごい。素敵なコラージュ。っていうか、このテープめっちゃかわいい。台湾マステかな？で、お、中にもこだわりが。中は、あ、ステッカーだ、嬉しい。かわいい、初めて見た。この子気になってた子だ、嬉しい。この子も、見たことない。あ、この子。新作の子もありがとうございます。かわいい。私ね、このアップじゃない方の子は、マリアさんから購入させていただいてるんですけど、ね、その動画はちょっとまだ上がってないかなと思うんですけど、このね、アップの方の子は持ってないから嬉しい。なんかね、1枚ぐらいだけ、ゆのひめママさんにお裾分けしてもらったかな。嬉しい。ありがとう。このね、袋もかわいい。参考にさせてもらってもいいかな。
かわいいね、かわいいですよね。サイズ感がすごいかわいいな。こうビリビリってしてこれ外すのもかわいいし。へー、でこちら、お、かわいい。あ、これこれはもしや、え、これあれじゃない、ふちゃんのポストで見たやつじゃないかな。なんかね、トレペと、なんだろう、100枚便箋とかかな。でね、コラージュしたよみたいな見たかもしれない。かわいい。これも台湾マステ使ってコラージュしてくれてます。かわいい。王さんのね、 OPP と。でね、ここの蓋の部分あれじゃありませんか、トレペのちっちゃいこれぐらいのサイズのメモをね、多分台紙に貼って使ってくれてる。え、いいアイディアだな。まねっこさせてもらおう。ヘアリーちゃんもかわいい。お、蛇腹です。すごい、なんかめっちゃ蛇腹部分しっかりしてますね。中に貼ってくれてるマステもかわいい。100枚便箋ってこんなしっかりしてるんですね。で、中には、あ、台湾マステだ。いいの？嬉しい。裾分け台湾マステ買いたいけど、なんかミニで見てもいつ見ても売り切れなんだな。人気なんですね。かわいい。こっちも、こっちもね、使ってくれてるやつかな。ちょっと違う？かわいい。へー、で、次のポケット、あ、直さないと。で、次のポケットには、あ、あ、手が、これなんかみゆきさんかなの購入品か何かで見たような気がする。すごいね、おしゃれですよね。シール、カットして使うタイプのシールかな。このね、ふちゃんがいつも使ってくれてるこのメタリックなカラーのクリップ、めっちゃ可愛い。で、これこれね、私がもし台湾マステ買うんだったら一番に買いたいなと思ってたやつだ。すごい人気でね、多分出品されてすぐに買わないと売り切れちゃうと思うんですけど、なんかみんなね、最近というかあんまり見ないから分かんなくて。嬉しい。かわいい。こんな感じなんだね。へえ。で、3ポケット目は、お、ハミルちゃんだ。ハミルちゃん、この女の子初めて見た気がします。へえ、ふちゃん OPP たくさん持ってるんですね。かわいい。ハミリさんもね、一時期私すごいハマってて、めっちゃたくさんね、自分でチョキチョキするタイプの素材とか買ってた時があって、最近もね、またね、コラージュに使って、あ、やっぱ可愛いなってなってます。可愛い。
OPP だとね、サイズ感が小さめだから使いやすいかも。はあ、この蛇腹も嬉しかった。このね、袋がね、めっちゃサイズ感可愛いから参考にさせてもらいたいと思います。このね、デザペも見つけたら買ってこようかな。はい、これも出しとこう。ちょっと待って、裏もコラージュしてくれてた、気づかなかった。はあ、このマステ可愛いよねって DM で話してたやつだ。こんな感じでこう洋書を使ってね、帯みたいにしてくれてます。ここにもヘアリーちゃんがいる。へえ。あ、お手紙、お手紙だ。ちょっと待ってね、めっちゃ可愛いイラストが書いてくれてる。お手紙ね、どこに入ってないのかなって思ってたんですけど、こんなところに。え、ちょっと読もう。ちょっとね、お見せできないんですけど、めっちゃね、可愛いメモに書いてくれた。へえ、嬉しい。なんかね、私がね、動画の中で対話もして気になるなって言ってたのをね、聞いてね、入れてくださってたみたいです。嬉しいな、そういうね、見てくれてるんだなっても思うし、私のこと考えてつめつめしてくれたのかなと思うとすごい嬉しい。じゃん、かわいいね。作品たくさんありがとうございました。嬉しい。はい、ではね、これで、ふちゃんからの素敵便のご紹介は以上になります。ちょっとでもね、面白いなぁと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメント等していただけると嬉しいです。はい。では、ご視聴ありがとうございました。